地中海地方にある県。西に、ムーラ、北西にブルドゥル、北に、ウスパルタ、北東に、コニア東に、カラマン、メルスイィンの各県と接する。南の地中海岸と北部のトロス山地に挟まれている。トルコの観光業の中心地であり、トルコへの旅行者のおよそ30%はこの地を訪れるという。657キロメートルもある長い浜辺。 港、世界遺産であるクサントスを含む多くの古代の都市が散見される。県とは、アンタルヤ。約71万4000人の人口がある。アンタルヤはトルコでも著しく発展中の地域である。1990年代は、国土全体の人口増加率1.83%を上回る年率4.17%で人口が増えた。 急速な都市化、交通の便の改善による旅客の増加、地中海海岸線の開発によるものと考えられる。この県の名前は、ケントと同じであり、紀元前2世紀にこの町を作った、ペルガモン王国のアッタロス2世大王に由来している。歴史的に多くの民族に統治されたため、この県には、多くの遺跡、遺構が残っている。また、3つの自然公園、 三つの特別保護地域が設けられており、自然も豊かである。アンタルヤには、戦史時代から入植が見られる。アンタルヤの北のカラインの洞窟では、旧石器時代初期まで遡った人間の痕跡が見られ、他にも、中期石器時代、新石器時代と幾多の多くの時代の痕跡があり、様々な文明の人々が住んでいたことが伺われる。筆体と時代に、 ルッカランドとしての言及が記録されるまではこの地の歴史は謎である。紀元前2000年期にはルッカランドの人であるリュキア人は巧みな創戦術での海賊行為や激しい独立精神が知られていた。筆体と帝国もその西隣のアルザワ王国もリュキア人との平和を保つのは容易ではなかった。古代ギリシア人は こうした独立した、この地の都市群を総称して、パンフィリアと呼んだ。これらの都市では、その後連合が組まれた。トロイ戦争後、ギリシア人がこの地に移住を開始、海岸線や内陸部に、ギリシアの植民都市が形成された。ギリシア時代、アンタルヤの西部地方は、リュキア、東は、パンフィリアと呼ばれた。さらに遠くの東方は、キリキアが、北部には、 キシリアがあった。古代ローマに征服されるまで、リュキア王国は、世界最初の民主的な国家であったと言われる。紀元前7世紀からこの地は常に、リディア王国の一角であったが、紀元前546年のサルディス皇位戦でキュロス2世、率いるアケメネス朝ペルシア軍に征服された。マケドニア王国のアレクサンドロス3世は、 紀元前334年頃、この地の都市国家を一つ一つ征服、紀元前333年には、テルメッソとスイリ,リオンだけがアレクサンダーを撃退した。紀元前323年のアレクサンダー大王の死後、その配下の司令官たちの争いは、紀元前188年まで続いた。セレウコス朝は、その後衰退、ペルガモン王国の治世が始まり、 この後すぐに、アッタリア氏が設立された。ペルガモン王国最後の王アッタロス3世は133年に、死の床につき、彼の王国は古代ローマ帝国に引き継がれる。この時代はこの地域は、沿岸諸都市に住んでいた海賊に支配された。中期ビザンチン帝国の時代、アッタリアの町は城壁を越えて成長した。7世紀。 アラブのムスリムたちはこの地を支配し始め、これに対してアッタリアはイスラムに対抗するキリスト教十字軍の一角を担う。1148年、ルイ7世の参加した第2回十字軍はアッタリアからシリアに出撃し、リチャード1世の艦隊はキプロス占領前にアッタリアに集結した。11世紀から12世紀にかけての間、この地にはトルコ人が増えた。 それは、ダニシュメンド朝時代に顕著であった。しかし、1120年から1207年3月までに、アッタリアは再度ビザンチン帝国の領土となった。この地域は1076年から海岸線に進出し、交易拠点を構えたセルジューク朝と、ビザンチン帝国の争奪戦の舞台となり、幾度となく、支配者が入れ替わった。 一時はこの地にクルチアルスラーの一世の王宮が作られた。1220年を最後に、ビザンチン帝国の時代は終わりを告げ、アッタリアの町には、ベネツィア人とジェノバ人の貿易商人が住むキリスト教と居住区と、ムスリム居住区に分けられて発展していくことになる。フドゥルルクトース1432年、アンタルヤは、オスマン帝国村と二世の知性に落ち着いた。 1361年から1373年にかけてキプロス王国の支配を経験するものの第一次世界大戦終了までオスマン帝国の統治が続いたこの大戦末期イタリアの支配下を一時的に受けたがそれもトルコ共和国成立の1921年に終わった土地の78%程度が山岳地帯であり10%が 平地12%が非平坦地である。トロス山脈は500から3000メートル級であり、西部のテケ半島は広い高原と河川流域が広がっている。このため内陸部と海岸線地域では生活様式が大きく違っている。ありがとうございます。